はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビジです。では、今回は、デートクエグザンオーバープキット PS2 版、続きをプレイしていきたいと思います。今回は、空母を使わない空母禁止プレイということで、日本軍を担当してプレイしているんですけども、苦戦しながらもですね、前回ゴリ押しして、太平洋の要衝、アメリカ軍太平洋艦隊の根拠地、このハワイの攻略に成功しています。で、ハワイはですね、当初陸戦隊を送り込んで、基地を占領するという作戦を立てていたんですが、やむを得ず、基地を破壊したという状態なので、まずはこの基地をしっかり建設して、アメリカ軍がね、このハワイを奪還しに来た時に迎撃、撃退できるような体制を取っていこうというふうに思っています。なので、このハワイに関しては、まずしっかりと基地を作る。で、もう一方ですね、シンガポール、マラカ海峡の方なんですが、ドイツ軍が、イギリス軍に、まあ、連合軍に押されているという状況からですね、今回は、ドイツの救援戦を行っていこうと思っています。具体的にはですね、インド洋から入って、アラビア海、そして、紅海と進んで、孤立している、地中海に展開しているドイツの艦隊。これがね、少し動けるようにしてあげたいなというふうに思っています。では早速ですね、時間を進めていきましょう。まずはハワイで、攻略完了している部分に関して、ボーナスが入ってくると思うので、ボーナスを受け取ります。まあ、お金はね、全然足りてないっていうのと、あと実は鉄も今不足してきている状況なので、なんとかね、この鉄とお金をね、しっかり回収できるように、頑張っていきたいというふうに思ってます。今だと大体お金が8000、鉄が7000ぐらい、週に入ってくるんですけど、ここまで頑張って占領してきている、まあ、太平洋の各エリアに関して言うと、まあ、残念ながら、資源、鉄やお金、まあ、アルミや石油もそうですが、そういう資源やお金が、まあ、大量に入ってくるようなエリアではないので、まあ、しっかりとね、作戦を完了して、予算をもらうというのと、鉄の資源があるところには、輸送船をね、漏れなく配備していくというところで地道にお金と資源貯めていきたいと思います。では次の攻略目標なんですが、今お話していた通りですね、インド洋の攻略、まあ、ドイツの救援船ですね、こちらを行っていきましょうと言っていたところでごめんなさい。アメリカ西海岸沖攻略を間違って選んじゃいましたね。まあ、ただ、ボーナスでね、お金がちょっともらえないという残念な状況にはなるんですが、一旦このまま、インド洋の方の攻略に進んでいきます。はい。ではですね、今、ハワイ攻略で戦艦の大半を失ってしまっている状態なんで、やっぱり戦艦は欲しいと。こういうことからですね、まあ、青葉型の従順中心に生産を行ってきたんですけども、ここで、海大和型、まあ、これは、まあ、武蔵に相当するものになると思うんですけども、この海大和型をベースに、新しい戦艦を設計していきましょう。まず、主砲なんですが、46センチ砲を超える48センチ砲、これを全部に3連装2機、2連装2機、後部に3連装1機を装備した圧倒的な対艦攻撃能力を誇る超巨大戦艦、これをね、作っていこうと思っています。そして対空装備も機銃220機、これは相当な数ですね。220機っていうのはね、むちゃくちゃな数の機銃になるので、当然対空攻撃力、まあ対空防御って言ったらいいのかな、これも2000オーバーの評価 A になってます。ただその分航空機の搭載数は、海大和型が7機だったんですけども3隻に減らしています。で、航行速度は27ノットで、防御はご覧の通り、海大和型から少しだけ上げています。特に上甲板ですね、ここの走行を上げています。これを新しく設計開発、製造に乗せていきたいというふうに思います。はい。では登録しました。風林火山型ですね。
6週間後に建造可能になるので、そこからさらに時間がかかるというところですね。では、その間のつなぎというわけではないんですけども、従順ですね、青葉型を作っておきます。で、今回は冒頭でお話していたインド洋、まあ、つまりこっからドイツ軍の救援作戦を開始していきましょう。まず連合艦隊、まあ、つまり敵が地中海のドイツ軍に攻めかかっているというところですね。やっぱり救援を行っていかないと危ないなという感じですかね。これで西地中海にドイツ軍は艦隊を置けてないっていう状態ですからね、一刻の猶予もなさそうですね。急いで救援船に入りましょう。で、今回投入する艦隊ですが、第5艦隊、これは戦艦山城型が2隻入っている戦艦2隻中心の艦隊。そして第7艦隊が、これ従順が11隻入ってます。結構火力が出るかなと。第8艦隊は駆逐艦のみになっています。ではこの3艦隊でインド洋攻略戦始めていきましょう。飛行場の位置は荒れてますね。今回はうまくスパイが情報を集めてきてくれたなというとこですかね。では出撃していきます。もちろん日没とともに出撃です。で、第15艦隊は駆逐艦のみの水雷戦隊なので、敵の艦隊見つけたらね、玉砕覚悟で突入してもらって、その間に他の戦艦艦隊、従順艦隊が敵の飛行場を潰すと、そういう作戦でいきましょう。ごめんなさい、第8艦隊ですね。第8艦隊が今回でいうところの水雷戦隊です。まずは第5艦隊と第7艦隊で敵の飛行場を、一番上にあるものと一番下にあるものをそれぞれ、潰してもらう。で、敵の艦隊が現れたときは駆逐艦隊が水雷戦を挑んでいくという展開を想定しています。敵艦隊発見。早速敵の艦隊発見しますね。第8艦隊は予定通り敵の艦隊に突入。第5艦隊、第7艦隊はすれ違いざまに敵の艦隊に砲撃を加えつつ、当初の目的通り敵の飛行場に向けていきます。今画面に映っているのは第5艦隊です。敵の艦隊が今ちょうど第5艦隊と第8艦隊の間ぐらいにいますね。さらに第5艦隊のマップでいう上側北部にも敵の艦隊を発見。もう発見されてますので、ここは点灯していきます。各艦隊点灯、ライトをつけて攻撃しながら目的地に向かいましょう。いや、このインド洋も結構肝になるというか難しいところなんですよね。まずは敵のアメリカ軍ですね。アメリカ軍の第10艦隊、イギリス軍の第10艦隊、イギリス軍の第12艦隊と、まさに連合軍の艦隊という感じですね。ちょっと第8艦隊がね、水雷戦をしっかり決められるかどうかというのが一つ大きなポイントになってくると思うので、しっかりやってもらいましょう。敵の空母レンジャーを今画面にパンしてます。今駆逐艦隊がそのレンジャーに水雷戦を挑んでるところですね。レンジャーは沈めておきたいな。敵空母レンジャーを撃沈してます。これでね、一つ脅威を取り払ったと言えるんですが、いかんせん3つの飛行場が残っている状態なので、飛行場叩きをね、始めていきましょう。まだこの状態だとですね、決して対空防御に優れた防空艦だったり
そういったものがね十分に配備できていない状態なので、やっぱりね敵の飛行場はすごく脅威になってます。なのでここはその脅威をねちょっとでも取り払っておきたいなというところになります。駆逐艦隊がちょっと数が減ってきてますね。敵の大型艦に対してね水雷戦を挑んでるんで、艦砲射撃を食らうとね、打ち合いになるとやっぱりきついので、まあ、高速で移動しながら魚雷を当てていく、まさに水雷戦をね挑んでいくというところですね。第8艦隊がだいぶ数が減ってます。駆逐艦ですね。で、第5艦隊の方がマップの一番上にある敵の飛行場を攻撃中です。夜明けまでにできればこれを破壊しておきたいなというところなんですが、ちょっと間に合わないかなという感じですね。で、一度沖合に退避するというのも手かなとは思うんですけども、ここは一度ゴリ押しする作戦でいきたいと思います。夜明けが来てですね、今敵の航空機が飛び始めてます。かなり厳しい状況になってきましたので、ここはですね一度沖合に撤退できそうであれば撤退します。今撤退行動に入っていたところなんですけども、撤退が完了する前に雨が降ってきたので、方針を再び変えます。この雨はすごく有効に活用をしたいので、雨の降ってる間に敵の飛行場を破壊しましょう。この雨の降ってる間に飛行場を2つ破壊できるとすごく楽になるんですけどね。今マップの上にある飛行場が3分の1残ってる状態ですね。で、第7艦隊は敵の艦隊が突っ込んできてるので、この敵の艦隊をねまず迎え撃って、その後マップの一番下にある飛行場を破壊するという動きになるかと思います。ここも従順がまだ5隻、さらに戦艦が1隻残ってるので、打ち合いではね相当の火力が出ると思うんですけど、これに敵の飛行場からの航空攻撃が加わってくるとねかなり厳しくなるので、今のうちに敵の艦隊を撃滅、その後すぐに敵の飛行場の破壊に入っていきましょう。まあ、ちょうど敵の残存艦隊、残存艦艇と打ち合いしながらすれ違っているというところですね。今マップの上にある第5艦隊が攻撃していた飛行場の破壊が終わりましたので、マップの中央付近にあるね飛行場破壊に移ってもらいます。まだ雨が継続してくれているので、この雨が継続してくれている間に削っておけるだけ削っておきましょう。はい、インド洋を攻略してます。ただ戦艦山城金剛、現在の帝国海軍唯一の戦艦2隻を失っています。ハワイに飛行場が完成してますので、航空機を配備してあります。あとですね、一部従順と戦艦、これは単なる海大和型の戦艦になりますけども完成してますので、これを急いで地中海方面に派遣していきたいと思います。唯一の今の帝国海軍の戦艦ですね、これが。で、この後はですねアラビア海攻略をね行っていきたいと思います。アラビア海ですが、アメリカ軍が1個艦隊、さらにイギリス軍が3個艦隊。いや、なかなか強力だな。飛行場の位置確認済みですね。まあ、数は決して多くはなさそうですけどね。あとアメリカ軍の第9艦隊、第5、第8、第14
それぞれイギリス艦隊ですね。これを殲滅していきましょう。はい。では参戦する艦隊、アラビア海に突入する艦隊。まずは第5艦隊、第7艦隊、そして第16艦隊。これは全部潜水艦の艦隊になります。この3個艦隊投入していきましょう。で、まあ当然なんですが、潜水艦隊はね、敵の飛行場を攻撃する能力この時代ありませんので、2個艦隊で敵の飛行場3つ、敵の艦隊4つを叩くということでね、苦戦が予想されますが、夜のうちにできれば飛行場を1つ、敵の艦隊1つ2つ破壊しておきたいな、撃滅しておきたいな、そういうところです。では始めていきます。早速敵の艦隊発見してますね。これ第7艦隊が、ちょうど敵の飛行場に向かうその道すがらにありますので、潜水艦隊と一緒にですね、発見済み敵の艦隊の攻撃を行っていきましょう。潜水艦隊がうまく機能してくれるかどうかですかね。小沢さんがここで戦死してます。小沢さんの戦死は痛いな。まあ、さらにね、敵の艦隊4個艦隊入っているっていう情報入ってるので、増援としてもう1個艦隊戦場におそらく出てくると思うので、まあ、効率よくね敵を殲滅していきたいところなんですが、現在苦戦中です。ではですね、今夜の1時半、というところなので、一番南側マップでいう右下にある飛行場に第5第7水上艦隊両方とも振り向けます。分散してもね、おそらく両方とも敵の飛行場を破壊するというのは難しいと思うので、マップのね右下にある飛行場に攻撃を集中して1個飛行場を破壊して、また次の日没を待って、進出、その間を潜水艦隊で、索敵を行いましょう。潜水艦隊が敵の艦隊発見してます。潜水艦隊だけでの攻撃になりますが、ここは潜水艦隊連れてきているので突入。水上艦隊の第5第7艦隊はこのまま敵の飛行場を破壊に注力します。今潜水艦隊は魚雷をね敵の艦隊に向けて、撃ち放っているというところになります。了解。なんとかね潜水艦隊で、敵のこの艦隊、今見えている敵の艦隊ね、撃滅できればなという期待を持ってるんですが、どうでしょう。敵の飛行場1つ目の破壊完了してます。そしたら第5第7両艦隊一度沖合に退避、敵の飛行場から発艦し、出てくるね敵の航空機の圏外に逃れましょう。今のところ潜水艦隊が頑張ってくれてますね。これね、潜水艦隊は16隻で出撃してきて、今1隻失ってますが、敵の艦隊これ撃滅できそうだな。はい、アラビア海の攻略完了してます。これで、また一歩ドイツの救援に近づいたというところになります。ではですね、艦隊だいぶ傷ついてますので、一度インド洋まで戻って、修復してですね、次は航海に出撃して、ドイツ軍の救援作戦の続きをやっていきたいと思います。